今日本各地で続々と祭りが復活しています一部ですけれども見ていきましょうまず北海道ではご存知札幌雪祭りが今月4日明日からですね3年ぶりに復活となりますそして東北三大祭りといわれる青森のねぶた祭りまた宮城県仙台市の七夕祭り秋田の関東祭りも去年夏に開催されました さらに先ほど紹介した愛知の裸祭り四国では徳島の阿波踊りに高知のよさこい祭り近畿地方の京都の祇園祭り岸和田のだんじり祭りがコロナ禍の前と同じ規模感で開催されています。